こんばんは、シュンパイロットキヨキヨです。さて今回の動画は TFDI MD11 を使用した RNP アプローチについて取り上げていきます。 ILS アプローチではオートランディングができるほどでしたが、果たしてこの機体は非精密アプローチの RNP と RNP-AR に対応しているのか、早速確認していきましょう。まず先に結論から言うと、この MD11 は RNP アプローチと RNP-AR アプローチの両方に対応しています。しっかりナビゲーションディスプレイには曲線経路の RF レグも表示することができます。アプローチにはナブとプロファイルを使います。エアバス A320 には FLS やファイナルアプローチモード、ボーイング737には IAL という RNP でも ILS のように侵入が容易になる機能がありますが、この MD11 にはそのようなものはなく、先ほどご紹介したナブとプロファイルのみの方法で着陸します。アプローチランドは使えないのと思いますが、これは ILS アプローチ用の機能なので、今回の RNP や RNP-AR には使えません。それでは本題の RNP アプローチで着陸するやり方をご紹介していきます。今回は熊本空港の RNP-AR ヤンキーランウェイ25を使って着陸していきます。ご覧の通り左右にくねくねと曲がるアプローチになっています。まずルートの作成から MD11 の場合、この時点でもう変わった入力を行います。MCDU の F プランで着陸する熊本空港の4レターコード RJFT を押します。スターを押します。そして RNP アプローチのランウェイ25ヤンキーを選択します。見慣れない MIN プロファイルというボックスが表示されました。これはオートパイロットのプロファイルを使ってどのコードまで降下するかを指定するボックスです。ILS 以外の非精密アプローチを選んだ場合、このボックスが表示されます。このボックスにコードを入力すると、そのコードまではプロファイルを使用して降下し、その後は水平飛行状態になります。入力を間違えてしまうとアプローチが困難になってしまうので、しっかり入力することが必要となります。通常ここには着陸復降するかを判断するミスアプローチポイントのコードを入力しますが、もし各航空会社でお決まりがある場合はそのコードを入れます。今回はアプローチチャートに載っている DA の942フィートを入力します。インサートを押してコードを確定します。ここで注意点です。動画撮影時は機体にバグがあり、入力のタイミングはこの1回しかありません。間違えてしまった場合、再度入力することはできないので、その場合はフライトをやり直してください。トランジションの朝のを選択し、インサートを押してアプローチルートをフライトプランに反映します。これでルート作成は完了です。熊本空港のアプローチルートに近づきました。アルタテュードセレクターナブを操作して DA の942フィートに近い900フィートを設定します。オートパイロットのナブとプロファイルが有効になっていることを確認します。ミニマムを設定します。これでアプローチの準備が完了しました。あとはオートパイロットのナブとプロファイルが機体を滑走路付近まで誘導してくれます。降下中の挙動は A320 や737と比較すると連続して降下するようにはなっておらず、高度制限に到達するまで降下し、その後水平飛行、また次の高度制限になるまで降下したら水平飛行と、段階的に高度を下げるような挙動になっています。高度の制限は PFD の場合 FMA と高度に表示されるマゼンタのドットで確認することができます。機体を減速させながらフラップを下ろします。空港に近づいたのでギアダウンします。 RNP アプローチはオートランディングができないので、オートパイロットとオートスロットルを解除します。
アルタテュードセレクターナブを操作し、着陸復興用の高度を設定します。以上が RNP での着陸方法です。 MD-11 を使った RNP アプローチの手順をご紹介しました。今回ご紹介した内容が皆さんのフライトの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。